ちょいびにイレブン PM 赤の刺激マーラーメン前 の, あの白の濃厚豚骨やったっけ、クリーミー仕立ての味の赤版、まあこれ食べてくださいって言ったのね。食べてみようかな。赤と白の衝撃、赤の刺激マーラーメン、うん、うまみストシラで、前言いましたね、うまみストシラで言うんですよ。麺の厚みをアップし、配合を工夫したがっしりスリーディー麺に、ガーリックオニオンのうまみをミスト状にして振り付け、麺のうまみを積み込んだうまみスト仕立て。前と一緒かな、うん、はい、うまみスト麺。入ってるのは火薬入れんよ、これ。十分熱湯をかけてよく飛ばして、先入れんよ、これ。これを召し上がりところで、お召し上がりところで、ああ喉の奥に、陰毛が引っかかってる、どこ切り口はこっちだって、どこから、いや切り口はこちらか、どこからでも切れませんね、切り口はこちらか、しのばよう振ってたな、こうやって粉薬をな、こうやってってな、薬飲んどったな、味噌汁で飲んどったけどよかったな、ね、最後味噌汁かお茶漬けを食べた後のお茶碗にお茶を入れて薬飲んどったな、おばはんっておばあやったけど。それではぐるりんとんこっちのとこお湯入れてきた。こちらもカラカラつながりね、デビルホットプリングルス、デビルホット期間限定、鬼のような辛さ、しびれるようなうまさ、燃え上がるような濃い、うん、516キロ、なかなかやな、食べてみよう。辛中や、辛中で自己中で巫女中で四股中やからな。硬っ、何これ硬いな、これ食べてみよう。うん、コンソメや、うん、コンソメの辛い感じ、うん、あるけど辛ムーチョよりは辛くないかな、うん、コンソメ味の辛ムーチョだけど、辛ムーチョに近いかな、辛ムーチョやな、うん、カラムーチョのちょっとコンソメより、うん、うまいよ、うまい、期間限定食べてみてください、うん、うまいね。12時半から、まあ、今12時20分なんですけど、モンハン枠をしようと思ってね、まあ、モンハン専用のモンハンゲームする用のコミュがありますんで、今から6時間予約枠でやろうかなんですね、思っております。さて、そうこうしているうちに、それから3分後、あれから3分後、3分経ったかな、やばいな、あと5分になるな。まあこれ味の感想言っても準備しよう、大体なんかトラブル起こったな、うちの放送始めるときは。よし、入れます。液体スープ入れます。アムロガンダムいきます。
めっちゃ手に油ついた。ああやべ、ラー油やな。ラー油ですね。ああ香りいいね。味噌っぽい。やっぱりあれかな、中本系かな。中本系じゃないの、魚介じゃないからな。よくある辛いやつみたいな感じ。いただきます。スープの、あ、まろやかやん。みんな辛ないな。この間カラカラウムの方が辛いかもしれないな。うん、麺はしっかりして美味しい。味的には前の白いクリーミーな、クリーミー、クリーミー、濃厚クリーミーなのが美味しいかな、個人的にはね。あ、いよいよ時間が3分前となりましたんで、放送前ね、ここで愛せと。だけど美味しいよ、スーパーカップバッカーの刺激でした。口ひげ汚いな。やっぱり甘いもんが食べたいです。ちょいびにいれば。そんなわけでラン放送の途中なんですけどもね、ただいまの待ち時間中です。時間は約2時午前です。チョコモナカジャンボチョコとパリパリって書いてます。森永です。チョコ感アップだそうですよ。アップ、チョコ感アップ。もう俺溜まってんねん、完全に俺詰まってないな。カロリー309キロカロリーおー酔っ払ったな。ほんと酒悪くなった。テトリスの三段崩れる感じですね、もうね。やってみよう。終わりです。いただきます。胸中は飛び散るな。うまい。なんでこの深夜に食べる甘いもうまいやろな。出しよ、これめっちゃうまい。やっぱり好き、ジャンボチョコモナカでした。サンボ、なんやねん。